ヨハン・アードルフは、シュレース・ビヒ・ホルシュタイン・ゾン・ダーブルクイコール・プレーン公。シュレース・ビヒ・ホルシュタイン・ゾン・ダーブルクイコール・プレーン公、ヨアヒム・エルンツトの長男。母は、同族のシュレース・ビヒ・ホルシュタイン・ゴットルプ公、ヨハン・アードルフの娘でまた10枚にあたる、ドロテ・アウグスタ。1645年から1650年にかけて、弟のアウグストを伴って、ヨーロッパ諸国へのグランドツアーに赴き、 イングランド、フランスを訪れている。1671年に父が死去、プレーン公領を相続した。同年10月25日、124人目のエレファント勲章を授与された。1684年、トラベンタールで狩猟用の館を築き、翌1685年にはプレーンに成城寺教会を創立した。1690年から両国を妻ドロテアに任せて、 オスマン帝国の戦争に従軍した。大北方戦争の序盤で、デンマーク・ノルウェー王フレデリク4世と、スウェーデン・王ーカール12世との間に、トラベンタール条約が締結されたが、場所がトラベンタールの館であったことにちなんでいる。1704年7月2日、70歳で死去。6月29日に、一人息子のアドルフ・アウグストに先立たれていたので、公領は、 孫のレオポルト・アウグストが相続したが、1706年に、亡くなり、公領は、老いの、シュレース・ビヒ・ホルシュタイン・ゾン・ダーブルクのルイコール・プレーン、公領はヒム・フリードリヒが領有した。1673年、ブラウンシュバイク・ボルフェン・ビュッテル・コール・ドルフ・アウグストの、娘ドロテアと、結婚、二人の子を設けた。ありがとうございます。